皆さんこんにちは、テルジーでございます。今日はね、花の撮影ということでね、また検証していきたいと思います。はい、はい、今日はね、この花なんですけども、この花をね、いろんなアングルでね、フレーミングと言いますかね、どのような角度がいいのかね、ちょっとこのお花を撮りながら、説明していきたいと思います。はい、では始めていきましょう。今日はこの花なんですが、まあこの構図はね、まあ以前も話したことがあるんですが、日の丸構図というものですね。これが悪いわけではないんですがね、こういう撮り方をするのは花図鑑の撮り方だったらね、この撮り方でも問題ないと思います。大体こういう撮り方をするんですよ。花図鑑はね、真ん中に持ってくるんです。で、花図鑑ではない撮り方、ちょっとね工夫してね、ちょっとこうイメージ風にね、イメージ写真といいますか、ちょっとデザイン的なね、撮り方をするにはね、ちょっとアングルを変えてみるということなんですよね。それでね、ちょっと右に寄せてみましたね。これで随分変わってきますよね。私がいつも言っているのはね、例えば花がこういうように横を向いていた場合、横に向いていた場合は花が向いている先を開けなさいと、こういう感じですね。こういう感じで撮ればね、ちょっと違いますよね。またね、空間を持ってくるということです。ど真ん中に持っていくと、どうしても花図鑑になりますと。三分割構図というのがありますよね。縦と横を三等分ずつやってね、そしてまあ交差するところに4つの点のどこかに被写体を持ってくるという撮り方、これでいけばだいたいそうですね、こういう感じでしょうね。こういう感じでいけば、三分割構図となります。はい、で、花が向いている側を開けるという撮り方、これでちょっと芸術的な感じになりましたよね。さっきみたいにこうど真ん中にドーンと持ってくると日の丸構図になります。はい、で、いつも私は言ってますけども、三分割構図の4点のところに見せたい被写体を持ってくると絵になりますよっていうことですね。で、今日はね、ちょっとね、違う撮り方をやってみます。これみかんを使いますね。はい、こういった感じなんですが、いかがでしょうか。これをぐーっと寄せます。そしてまあこういう感じですね。もうちょっと寄せてもいいかもしれませんね。まあこれぐらいですかね。
これで、これぐらいに持っていくとどうでしょうか。ちょっとピンとピシャッと合わせますね。ピントをはい、これであったかと思います。これで1枚切りますね。これは、花が3分の1のところに、持ってきてます、花を。まあみかんはねほぼ真ん中にあるんですけども、だいたいこれで3分の1 3等分した四つ角って言いますか、4等分した、交わる線のところに来ていると思います。もうちょっと上に上げますかね。だいたいこの辺なんですよね。極端に言えばもうちょっとね、この葉っぱの方も入れたいということであれば、こっち側の交差している角に花のところを持ってくればこういうふうな感じになりますよね。ところがさっき私が言ったように花の前側を開けましょうということですよね。でそういう場合はね、この花を前に向けるといいんですよね。前に向けるとだいたいこういう感じになりますので、こういう感じで取ったらいいと思いますけどね。もうちょっと上がこういう感じですね。こういう感じで、花が向いている方を開けると円になると思います。はい、これでピントをきちっと合わせます。はい、これで合ってますね。あの花のおしべ、めしべに合わせましょう。ピントは一回切りたいと思います。いかがでしょうか。シャッター速度は25分の1でございます。 ISO 感度が800、絞りは F8 でございます。今日は導線なんで、いろんな撮り方をねやってみようかと思います。はい、ブーッと引いて、こう全部をね入れるとねあんまり絵にならないんですよね。それでやっぱりみかんの下をねちょっとこう切るぐらいですね。これぐらいでいかがでしょうか。ここでピントをきちっと合わせます。はい、こんなもんですね。これで一回シャッターを切りたいと思います。はいはい、いかがでしたでしょうか。こういうふうにね撮ればねちょっとはね芸術的な写真になるんじゃないかと思います。はい、そういうわけで今日は花のアングルの撮り方、またどの辺に持ってくればいいのかね、いろいろお話しましたけど、まあ、参考になれば幸せでございます。ではまたお会いしましょう。さよなら。